こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはシャイニングセレス、ローブブルック。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくシャイニングセレス行きました。続いて前へ行くのはイージーシスティーナ、さらにはシルバープリテンダー、5番ローブブルック。その後ろ前に戻りましょう。先手を取ったのはクリアタウン、その隣にローブブルック、その外からシャイニングセレス、オレンジの帽子シルバープリテンダー、その後ろこれに続くのがタイムリープレジャー、その外にプレンティーオブグレイス。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはイージーシスティーナ、その後ろにローブブルック、並んで11番シルバープリテンダー、すぐ後ろにシャイニングセレス、その外からプレンティーオブグレイス、内からはタイムリープレジャー、緑の帽子ドナピレネー、その後ろ内からはイクスチェンジ、並んで2番セカンドアクティブフェアリーガーデン。この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はイージーシスティーナ、ここで先頭が入れ替わりました。アドラーブル、イージーシスティーナ、2番手に控えましたローブブルック、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アドラーブル先頭、あと 200m、 アドラーブル先頭だ。リードは1マシン、後続の足色はどうか。2番手はセカンドアクティブ、アドラーブル1着、アドラーブル完勝、アドラーブル1着、2着はセカンドアクティブ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アドラーブル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。グロート2マイン、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。アウトオブサーベル、前に行きそうです。グロート2マインド、それに続いています。さらには OK2 世、3番ハーラン、その後ろブルーホーネット、後方から先頭に戻りましょう。先手を取ったのはグロート2マインド、その外からアルーリングタイクーン、内からはハーラン、好位置をキープしています。 OK2 世並んで4番サンセットミステリー、アウトオブサーベル。この馬もこのグループ。すぐ隣にギャロップカラーズ、その外からフリートチケット、オレンジの帽子クラシックルナパーク、その後ろさあ先頭はまだ1番グロート2マインド、ハーラン、ほとんど差がありません。アルーリングタイクーン、3番手後継2世、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はハーラン、後継2世、2番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭は後継2世、あと 200m、 先頭は後継2世、ハーラン必死に追います。後継2世先頭、2番手はハーラン、後継2世1着、後継2世完勝、後継2世1着、2着はハーラン。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。後継2世、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。マリーキャプテン、これは好スタート。カイラスシグナル、この馬も好スタートを切りました。オールボタン、前に行きそうです。マリーキャプテン、それに続いています。さらにはヴィンテージクロック、10番カイラスシグナル、その後ろ。もう一度先頭から、先手を取ったのはオールボタン、青の帽子、クラシックトップ、その後ろヴィンテージクロック、そのうちに続いています。その外にイタリアンプレイ、赤の帽子、マリーキャプテン、その後ろ。その外にオールアットシー、並んで13番スパイフォルム、セイントドリーマー、この馬もこのグループ。もう一度先頭から見ていきましょう。キャプテンコマンド、先手を取りました。イタリアンプレイ、それに続きます。並んで8番オールボタン、クラシックトップ、そのうちに続いています。その後ろからはカイラスシグナル、並んで3番ヴィンテージクロップ、すぐ後ろにゾーマン、セイントドリーマー、そのうちに続いています。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から、オールボタン、先手を取りました。並んで13番スパイホルム、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭は依然として8番オールボタン、スパイホルム、ほとんど差がありません。クラシックトップ、3番手河内立男、これはいい位置につけています。先頭はクラシックストップ、クラシックストップ、先頭。2番手はスパイフォルム、残り 200m、 ヴィンテージクロック伸びてきた。ゾーマン必死に追う。2番手はゾーマン、ヴィンテージクロック先頭だ。ヴィンテージクロック1着、ヴィンテージクロック完勝。ヴィンテージクロック1着、2着はゾーマン、勝ったのはヴィンテージクロック、見事な勝利です。馬主、調教師、騎手、全てのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース、実力とそして強い運がなければこの栄冠は勝ち取れません。日本競馬の最高峰、東京優勝日本ダービー、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のアドマイアゲラン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはアドマイアウィーク、三輪早秀、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくウイニングチケット行きました。続いて前へ行くのはトーセンリーガル、さらにはクラウンシチ、13番アドマイアウィーク、その後ろスイープコース、後ろからになりそうです。
もう一度先頭から見ていきましょう。ブラウンシティ先手を取りました。その外にアドマイヤウィーク、ウイニングチケット、そのうちに続いています。その外にビワハヤヒデ、その外から名勝リコール、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。一番人気のダンツシアトル中段につけています。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはアドマイヤウィーク、さらにはブラウンシティ、その後ろにトーセンリーガル、その隣に名勝リコール、その外にアドマイヤナイル。1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭からビワハヤヒデ先手を取りました。さらには名勝リコール、その隣にアドマイヤウィーク、その外からナリタファンティ、青の帽子ブラウンシチ、その後ろこれに続くのがトーセンリーガル、すぐ後ろにアドマイヤナイル。オーケーキを通過していきます。先頭は依然としてビワハヤヒデ、名勝リコール、ほとんど差がありません。アドマイヤウィーク3番手、ダンツシアトル、いい位置です。さあここからどうか。府中の直線526メートル、ここからが勝負。ビワハヤヒデ先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はウィニングチケット、先頭を捉えるか。さあダンツシアトル一気に来た、残り 200m、 先頭はウィニングチケット。ビワハヤヒデ必死に追いすがります。ステージチャンプ迫る、ウィニングチケット先頭だ。先頭はウィニングチケット、1着でゴールイン。ウィニングチケット1着、2着にはどうやらステージチャンプ、見事に勝ちました。ウィニングチケットダンツシアトル完敗です。着外に沈みました。